いるのは、あの周りに建物が何メートルの建物があっちゃいけないっていうのがあるんで、結構奥だったじゃん。全然大丈夫。全然分かんない。ここなら、最初に切れるよね、そうですね、切れるね。もしかしたら、傷が出てくるかも。ここにあれですね、火縄銃売ってますよ。石垣の項目の中で一応、火縄銃があるんですよ。一応、あの、3箇所ぐらいあるんだ。多分作るのあれだけど、うん、鎌倉ダムンですからね。この機械があるんですよ。この機械とも仕当て実験室の廊下を解除してくるんだ。こっちに行ったんですか。あ、そうです。いや、どうです子供役にやってたんですか。国道の一致だ。1997年。昔住んでたのが、昔住んでたのが、西で、本当に、あの、辰巳駅の予定地ら辺に住んでたんですよ。が、最後、提供の作品の病院に行ってたので、組み合ったバスにさっきが大体、早く、労災病院に行った帝京衛生大学行って、これ、あれです、辰巳線の線路用地。で、ここは辰巳駅に行ってます。